今から積み木の最終仕上げを行います。オイルをすべて塗り終えて乾燥させました。乾燥させてですね、このままでもすごくツルツルしてツヤもあって綺麗なんですけれども、最終、バフ掛けって言ってですね、これで、これサンダーではありません。柔らかい布、フェルトですね、バフって言いますけど、これで、磨いていきます。まず、簡単な、プレート台ですね、に並べていきます。このように並べまして、磨いていきます。まあ、柔らかい布でこう拭いていってもいいんですけど、まあ、大変なんで、これを使います。まあ、ほとんど見た目の変わりはほとんどないんですけれども、より若干ですけれども、艶が出ます。手が出て、まあ、手触りも良くなりますので、磨いていきます。